過去に発生した南海トラフ地震の震源域の時、空間分布白宝地震は、白宝時代の天武天皇13年に起きた巨大地震。南海トラフ沿いの巨大地震と推定されている。南海トラフ巨大地震と推定される地震の確実な記録としては最古のものである。白宝の大地震、白鳳地震、あるいは天武地震とも呼ばれる。 記録による土砂やイオの被害の様相から南海道沖の地震と考えられていたため、白鳳南海地震とも呼ばれてきたが、発掘調査により、ほぼ同時期に東海道沖も震源域となった可能性が推定されている。白鳳地震は日本初期に記述があり、有史以来確かな記録の残る南海トラフ巨大地震と推定される地震としては最古のものである。なお、 日本初期にある最古の地震の記録は、陰陽5年7月14日のものであるが、これは地震とあるのみである。また、水古7年4月27日には、大和で家屋倒壊の地震被害の記録が登場するが、これらは大和で大地震であったことを推察するのみであり、震源域は特定されていない。震源域がほぼ判明しているものとしては、 白鵬地震の6年前の天武7年12月の筑紫における水縄断層上で発生したとみられる筑紫地震の記録が登場する。森博道は日本初期の記述を正確漢文で綴られたアルファ軍と和音で表記された和歌漢文で綴られたベータ群とに分類し、巻第29天武期の地震の記録は全てベータ群に属しており、このベータ群の記述は 日食や水星など天文現象の記録との整合性から信頼度が高いとされる。天武天皇13年10月14日、神帝、西日本太平洋沿岸に大地震が発生した。山崩れ、川枠とする液状化現象を思わせる記録があり、諸国の軍の感謝、百姓の蔵や地頭、神社が多く倒壊した。やの温泉がうずれて出が止まり、 土佐では田畑54番系が海中に没した。加えて津波が襲来し、土佐における被害がひどく、調べを運ぶ船が多数流出した。この様相は昭和南海地震、安西南海地震及び宝永地震にも見られた現象であり、田畑の水没は南東上がりの地盤変動によると思われる。土佐の沈降して海となった地は江原誠による、 土佐市の高岡付近とする説及び、今村秋常の高知市東部とする説などがあり、昭和南海地震による類推から、高知市東部の可能性が高いが、高岡方面の沈降も否定できないと推定される。田畑の海没面積は、安西南海地震と同程度とされ、方栄地震の半分程度とされるが、江戸時代の山内市入国以降に、浦戸湾周辺など各地で、 神殿開発を行ったことを考慮すれば、大畑の海没面積をもって地震による変動量を比較することは困難である。マグニチュードは M8.4 ないし、M8.3、あるいは M8 から9などと推定されているが、その根拠は、機内から土砂と広い範囲に被害が及んだ南海トラフ沿いの巨大地震との推定のみであり、断片的な記録しか有しない、 歴史地震であるため数値は不確定性を含む。紀伊半島沿岸で発見された津波堆積物から、本地震の規模が超巨大であった可能性も推定されている。天武天皇13年冬10月人震大雨人帝、大地震。巨国男女カマス省淵東在。ノリ、山崩れ川優。諸国軍艦席及び百章僧や地頭、神社。 波状の類、不可少数。湯瀬人民及び六畜達章の、時井よゆ没しかも不出。土作にたえ五十四番形。没以外。コロ曰く。若瀬地道溝うなり。ゼ優。夕鳴き声。助鼓二級東方湯寺にいわく。伊豆島西北二面。自然増益三百余さらため一島。のり除光者。神作り。ゼ島京屋。 十一月後日、土佐国志こと、大潮高等、海水氷等、湯瀬雲町線、大っぱなし出演、天武天皇十四年三月税月、拝礼お品の国、草木みなかれ園、夏四月日の縁熱いたち希望、木の国志こと、室湯禅没しかも不出なり、熊野年代期にも、熊野裏々に、津波が入り、翌年には大破した熊野散山の増収量として、 黄金が下ったとされる記録がある。ただし、熊野年代記は、地震より、遥か後世の近世に書かれた書き物であり、当時のものではなく、信憑性の高い資料とは言えない。更新十三去年、三幸式帝大平寺の通路を、中平寺に定休、右心心につり弓矢一の金物書新法一、熊野裏裏に、津波入り商談所衣福紙作りに伊豆島1の十四。 大地震気のととり14熊の散々大破像終了、黄金下がるみこしを飾りる、自平美名神社有意初期には本地震で、三部山のおやみ亀と、コミ亀の間の騒音こしで激しく明動し、おびただしい土砂崩れや転石があり、浮き布の池ができたと記される。白宝十三年公院の四月十四日、ママ、東中央地震の時、佐姫山の西側崩れ水源の下流を埋めたため、 この池、水をた,たえて、霊地となる。朝倉村市には、落ち郡に、かつて天然の良港である、朝倉港があり、紀内と九州を結ぶ、中間停泊地として栄えていたが、本地震によって遠浅であった海が陸化して、府中平野が出現し、停泊地は、朝倉港から桜井里の港にとって変わられたとある。高知県の各地に、 白鳳地震の地変や津波に関する公費が伝わる。しかし、その多くが、後世の宝永地震後から、明治時代にかけて書き記されたもので、54番形という膨大な数字に驚いて、誤解したと思われ、大言相互や信頼しがたいものも、少なくない。白鳳地震により陥没して、土砂湾が生じたと、解釈するのは、誤りとされる。日本書期による記録は、 南海道沖の地震を示唆するもののみであるが、発掘調査によりこの南海道沖の地震の発生が裏付けられ、さらに同時期に東海道沖の地震の発生を示唆する痕跡が発見されている。これらの調査により、東海道沖の地震もほぼ同時期に起きたことが裏付けられた。また、日本初期には、この遊国に伊豆島の西北で噴火があり島が生じたとする記録もあり、 伊豆諸島の噴火を誘発した可能性も考えられる。大分県佐伯市間小志流新地で発見された津波堆積物の総圧から、白鳳地震は宝永地震と並ぶ長巨大地震であったとも推定される。石橋克彦も684年前後の別の日に発生していたならば記載されるであろう東海道沖の地震らしき記述は見られず、 684年11月26日、J の地震が東海道沖の地震を含んでいた可能性はあり得るが、現段階で可能性が強いとまでは断言できないとしている。石橋は南海トラフ全域が震源域となった可能性が高いとしている。日本初期には679年の筑紫地震前後から白鵬地震の2年後までの間に、 地震や地道などの記録が集中して出現している。具体的な震源は不明であるが、この時期西日本あたりで地震活動が活発であったことが伺われる。西暦506年以前は日本歴が明らかでないため厳密に西暦には換算できないとする見方もある。かつて人心の乱のあった672年を、公文天皇元年、翌年を 天武天皇元年とする見方もあり、白宝地震発生を天武天皇十二年と記載する資料も存在するが、現在では日本初期の記述通りとするのが一般的である。漢文で人定とは人の寝静まる頃、すなわち二十時頃を指すが、いの時と読めば二十二時頃を指す。頃は大と読み、当時の五坪に相当し、一坪は高来弱で三十六平方弱である。 1ゴロイコール22.77平方メートル。中国で使用されていた単位、ゴロとは異なる。地震の時点は、宇佐美、日本被害地震相乱、P37 による推定値、M814 を死者誤入した値。具体的に、伊豆大島西岸の新島村、野橋村が噴火で増大した陸地とする説もある。ありがとうございます。